こんにちは。今日は、ジャニーズ事務所の人気アイドルグループ、キングプリンスについてお伝えします。キングプリンスは、2018年にデビューした6人組のグループで、平野翔、長瀬恋、高橋海と岸優太、神宮寺優太、 岩橋元気のメンバーで構成されていました。しかし、2021年11月に岩橋元気が海外進出を目指してグループと事務所を脱退しました。そして、2023年5月22日には、平野署、岸優太、神宮寺裕太の3人もグループと事務所を脱退しました。これにより、 キングプリンスは、長瀬恋と高橋との二人体制となりました。脱退した三人は、それぞれ芸能活動を続けるとしていますが、なぜグループを脱退したのでしょうかそして、残った二人はどうなるのでしょうか今回は、新生金プリとして二人体制になりて痛い危機と言われたその理由とは何なのかを探っていきます。 長瀬恋と高橋海とは、5月23日には、CD デビュー5周年を記念して YouTube 生配信を開催しました。この生配信では、新曲、何者のティザー映像や特設サイトの紹介、ファンミーティングの告知などを行いました。また、ファンから寄せられた質問に答えたり、 メンバー同士でトークをしたりするなど、楽しく和やかな時間を過ごしました。しかし、新生キングプリンスにも波乱が待ち受けていました。6月21日に発売されたシングル、何者は、高橋海人が主演する日本テレビ系ドラマ、だが、情熱はある、の主題歌となりましたが、 同ドラマは視聴率が低迷し、打ち切りの危機に陥りました。また、シングルの売り上げも、前作、ビューティフルフラワーに比べて大幅に減少し、オリコン週間ランキングでは初登場にとなりました。これに対して、ファンからは、二人体制で頑張ってるのに悔しい、 ドラマもシングルも良かったのになぜ、キンプリを応援し続ける、といった声が上がりました。一方で、脱退した3人はそれぞれ個人活動を展開しており、平野翔は映画、ハニーレモンソーダで主演を務めたい。岸優太は舞台、ハイキューイナで,で出演したい。神宮寺優太はバラエティ番組、 アリオシ反省会、デレギュラーを務めたりするなど、活躍の場を広げていました。そんな中、7月2日に予定されていたファンミーティング、キングプリンスと打ち合わせが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となるという衝撃的な発表がありました。長瀬恋と高橋海とは、ファンに向けて、 謝罪と悔しさを伝えるとともに、また会える日を楽しみにしています、とメッセージを送りました。そんな苦難を乗り越えて、7月1日には、新番組、金トレがスタートしました。この番組では、長瀬恋と高橋海人が、劇団ひとりや山崎ひ也とともに、 世の中のお金にまつわるさ、まざまな疑問を体当たりで調査するという神経在バラエティです。初回放送では、長瀬レン高橋海人が、自分たちの年収や貯金額を暴露したり、お金持ちの家に潜入したりするなど、見どころ満載でした。番組は好評を博し、視聴率も高く、 二人体制のキングプリンスにとって大きな成功となりました。また、ファンミーティングの代わりに、オンラインで特別なイベントを開催することも発表されました。長セレント高橋海とは、ファンとの交流を大切にしながら、新生キングプリンスとして歩みを進めていきました。 キングプリンスの平野ノ・ショート・ジングジ・ユタが5月22日に脱退し、ジャニーズ事務所も退社した。キシ・ユタも9月に退社する。高橋と長瀬廉は残り、二人でグループを継続する。ジャニーズ公式サイトから平野とジングジの存在はブログもろとも消え去り、キンプリは 長瀬と高橋二人の新たなツーショットに、騎士は個人の潜在画像に変わった。ファンからは、こういう時だけ仕事早い、と悲痛な声が上がっている。ジャニーズ事務所から脱退するタレントたちがこれからも次々に出てくることは間違いない。ついに60年以上続いてきた、ジャニーズ事務所。 の名前が消えるかもしれないと言われている。ジャニー北川氏による少年たちへの性的虐待問題の真相を究明する第三者委員会が設置され、事務所名変更やジュリー社長の隕石辞任まで進む可能性があると、複数のメディアが報じ始めた。5月14日、ジャニーズの公式サイトで、 藤島ジュリー恵子社長が謝罪動画を配信したが、逆に自分の首を絞める結果になるかもしれない。なぜなら、藤島ジュリー恵子社長は嘘をついていたからだ。ビリオネアボーイズクラブを含む複数のメディアからの取材にも応じず、ファンからの第三者による検証、調査を求める署名が届いたことで慌てたのであろう。 ファンクラブからの脱退者が相次ぎ、自社のタレントを CM に起用しているスポンサーが離れていくことは間違いなく、事務所の存続が危うくなる。このような危機感から、事務所解説以降を初めて、社長が出演する動画を公式サイトに公開したのである。知りませんでした。と発言したが、創業者である、 おじのジャニー北川氏による少年たちへの性的虐待問題については、当事者であるジャニー北川に確認できない中で、私どもの方から、個別の告訴告発内容について、事実、と認める。認めないと一言で言い切ることは容易ではない、と述べた。被害者が会見し、マスコミが報じ、事務所が会見し、 次は、ジャニタレが出ている番組に協賛したり、反則イベントに呼んだりしているスポンサー企業がどうするかにボールは映っている。事務所も児童虐待があったということは、不適切なこと、と称して、事実だと認めたのだから、児童虐待は、重犯罪であるという認識がスポンサー企業にあれば、おのずと結果は出てくる。 コンプライアンス。コンプライアンスと口を開けば連呼している企業経営者の進化が問われている。ネットではかなり厳しい批判もあるがスポンサー。などの動きを見るとまだ全体に浸透しているとは思えない。批判するにも必ずジャニーズ側の功績も併記することが多い。社長は相変わらず表に出てこず。 メディアは追いかけ回さない。ことの本質が、児童に対する性加害疑惑であるにもかかわらず。普段ならフリッ、振り、しつけ、家族問題、ハラスメント程度でももっと騒ぐだろうに。事務所だけじゃなく、メディアやスポンサーの意識もアップデートすべきだ。ジャニーズが出演している番組や CM について、 企業側は売り上げも見込めるし、国内なら何なとかスポンサーを継続したいだろう。でもそういう企業は海外にも進出しているので、現在。社内では頭を抱えてる真っ最中じゃないかな。タレントたちは人気者でおのおの頑張っていて罪はないけど、海外は未成年者への性犯罪に対して激しく脳だし、 間接的に関係があるだけでも契約を断られる。そういう面から考えると経営陣の冊子。社名の変更は、この時代。いた方ないと思う。もともと、日本中が知っていた、知らなかったは、はない。何千人と言われている被害者たちからの当時の状況が色々とささやかれ始め、 グループ内の立場の弱い者らを被害から守るどころか、陥れたり、罰ゲー扱いやいじめの材料にしたりと、子供たちの中でもまた、地獄の関係性も耳にすると。